プロレスリングノアは13日、ノア公式 YouTube チャンネルで今月16日に横浜分隊で開催する GHC 選手権の調印式を配信した。調印式ではメインイベントの GHC ヘビー級選手権で王者、清宮海人と挑戦者で新日本プロレス、ワレットクラブウォードッグスのゲーブ・キッドが登場。 T シャツ短パンのラフな格好で出席したゲイブは調印書にサインすると机の上に足を投げ出し今日のこの格好が何を意味するか分かるかと問いかけジョークだと説いたさらにノアのロゴを指さしながらなぜなら今のプロレスリングノアってもん自体がジョークだからだかつてプロレスリングノアは素晴らしい団体だったと思う2005年の東京ドーム大会どうだったか 観客動員数がすごかったじゃないかと振り返るとセミアへそれがどうだお前がチャンピオンになっている今後楽園ホールですらガラガラの状態だ今のこの状況をお前はどう思ってんだだから今こうして俺がここにいる状況をお前は感謝しろプロレスリングノアを高みに上げるのはお前じゃないこの俺だ必ずお前からベルトを奪ってこの俺がプロレスリングノアを高みに連れて行ってやる お前じゃない、俺だと断じた。これに王者は、おい、ゲーム、プロレスリングのお花、ここからなんだよ、ここから上がっていくんだよ、変わっていくんだよと返し、こいつとの因縁は G1 クライマックス、去年から始まりました。その当時から汚い手ばっか使って、卑怯なやつだと思ってましたが、オールトゥギャザーでこのベルトを盗んで、後楽園でベルトを投げ捨てて、このベルト花、 本気でノアに命がけで戦って、弾注いで競い合う、そんな権威のあるベルトなんだよ。自分個人としても、昨年から外に出て、業界トップとの差を痛感してきて、本気でノアを変えたいと思っています。ベルトにリスペクトもない卑怯者のゲーブ・キッドの首をへし折って、横浜分隊でこいつと完全決着つけます。オール・リベリオン、すべては革命のために、すべてはノアのために。 と宣言した同大会ではノア、NO、並びに世界最大のプロレス団体 WWE からの重大発表を行うノア、NO、は横浜文体大会へ GHC ヘビー級選手権試合をはじめとする熱戦がラインナップされた対戦カードのみならず同大会での緊急重大発表にもご注目くださいと告知していた